浜水中は、皮脂植物のトガで、約126属1100種を含む。和名に混乱があり、鶴中と呼ばれることも多いが、鶴名族とトリビューローカーペス族を、競技の鶴中として分ける場合には、浜水中の名が用いられる。松葉菊科目線科などの通称も使われる。学名もテトラゴニアーチ、フィックイディなどの旧称が使われることがある。また、かつては、 ザクロソウカと一緒にしていたため、古い図鑑にはザクロソウカイツーラチなどの表記も見られる。浜水中の植物は英語ではアイスプラントと総称され、競技では体感、松葉菊属や松葉菊属を指す。日本語のアイスプラントはコモンアイスプラントを指すことが多い。ほとんどが総本であるが、茎が木質化するものもある。葉は一般に多肉であるが、 扁平なものから松葉菊のように細いもの、また、リトプス属のように極端に体化し刑と一体化して、石ころのように見えるものまで、多種多様である。花は、ほとんどの種で、両生下、放射相称で、溶液から一個または数個の花が出る。花弁はないか、または、湯水由来の花びらが多数ある。額は5枚前後で、株が融合する。果実は、で、内部に個または、 複数の種子を含む。多くの種が南アフリカ原産で一部はオーストラリア、太平洋沿岸に分布し、砂漠や海岸に生育する。カーポブロータスエジューラスは世界的に気化植物として広がっている。日本本土に元来自生しているのはツルナだけであるが、琉球列島などにミルスベリヒウがあるほか、松葉菊や花ズル草など野生化しているものが数種ある。 多肉植物で、また松葉菊や、リビングストンデージーをはじめとして、花の美しさや、特徴のある形のため、栽培されるものも多い。これらは、かつて、大部分の種が、メセンブリアンテマム属にまとめられていたため、メセン類の通称で知られる。松葉菊は春から秋にかけて、成長、開花するが、リトプス属などは、秋から春にかけて、成長。 開花して、火器は休眠する。リトプス族の栽培は、秋に刺し目株分け植え替えを行い、初夏頃に断水して休眠させる。成長期は、十分に水を与え、一秒でも長く日に当てるのが、コツである。低温、乾燥には、耐えるが、高温期に多湿になったり、成長期に日光が不足すると、休眠中に固死する。カーポブロータス族。 デラスパーマ族などの一部の植物は耐火性があり、防火用に植えられる。ツルナは太平洋沿岸に広く分布し、ほうれん草と同じように日本も含め各地で食用にされる。ミルスベリヒユは南アメリカ原産で沖縄などに野生化している。近年は新しい野菜としてバラフが脚光を浴びたことがある。塩味のある新野菜という、 この植物は本家に属する。花ズルソーカーポブロータスエジューラスコンネファイトム、オークトム体幹松葉ギクドローサンソメムスピーシオッサム、松葉ギクリトプスリタープス SP。ありがとうございます。